三井弁優は、日本の政治家、実業家、薬剤師、衆議院議員、国土交通副大臣、厚生労働大臣などを歴任し、青山会代表世話人を務めた。報道等では新事態で、三井弁優の表記も用いられる。北海道札幌市生まれ、北海高等学校、昭和薬科大学薬学部卒業、薬剤師免許を取得し、 1967年、登録。1975年、三井薬品株式会社を設立し、同社代表取締役に就任。その後医療法人、交友会の理事長に就任し、北海道うちに3病院、2介護福祉施設を開設。経営者時代から、自由民主党の羽田務の地偶を得ており、1996年の、 第41回衆議院議員総選挙に、羽田が当時所属していた、新進党公認で、北海道3区から立候補するが、石崎学、荒井総の公人を廃止、得票数3位で落選する。新進党回答後、民主党に入党。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、選挙区調整により、比例北海道ブロック単独で、立候補し初当選。 2003年の第43回衆議院議員総選挙では、北海道2区に国返し、自民党の吉川規制を破り当選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙では吉川に約2300票差まで詰め寄られるも振り切り、参戦。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、自民党の吉川に比例復活も許さない大差で圧勝し、 四選、当選後、民主党国会対策委員長大臣に就任した。2010年9月、関大一次改造内閣で、国土交通副大臣に任命される。同年10月、タルトコシンジを中心に結成された、青山会の代表世話人に就任した。2011年1月、関大二次改造内閣で、国土交通副大臣に再任。同年6月1日、 小沢一郎が、菅内閣に対する不信任決議案への賛成を示唆し、これに同調して、国土交通副大臣を辞任する意向を固める。同日の不信任案提出後、三井、東正蔵、鈴木勝正、内山明、日高剛の5人が辞表を提出し、菅内閣不信任決議案に賛成する意向を示した。この事態を受け、菅は、 東日本大震災への対応に、メードがついた時点で退陣する考えを表明。これを受け、三井ら5人は、翌2日の採決では、反対票を投じた。翌3日、菅の遺留を受け辞意を撤回した。同年9月、野田内閣発足に伴い国土交通副大臣を退任し、民主党政策調査会長代理に就任。2012年6月、消費税増税を含む、 社会保障、税一体改革関連法案の採決では、賛成票を投じ、小沢一郎ら反対派が民主党を立党して、結成した国民の生活が第一には参加しなかった。同年10月、野田第三次改造内閣の厚生労働大臣として初入閣。薬剤師免許保持者では、初の厚生労働大臣である。同年12月、 第46回衆議院議員総選挙にて自民党の吉川に敗北、重複立候補した比例北海道ブロックでも比例復活ならず落選。2014年の第47回衆議院議員総選挙には健康上の理由で出馬しない意向を示し、党を除名された松木健康を後継候補として指名した。この選挙では三井らが支援した松木と 当北海道連が推薦した池田巻で事実上の民主分裂選挙となったが、松木が比例復活、池田は落選した。2016年11月、朝日、重光明を受賞。2021年4月2日2時23分、呼吸不全のため、札幌市内の病院で死去。78歳没。死没日をもって、生4位に上される。ありがとうございます。